のどかなとこに着いたよ。ね、のどかなところ。ここね。なんとこのフィリップスっていうルート66にのあちこちにあるガソリンスタンドの1号店みたいなところがここにあったと。ね、それをまあ完全になんかユニバにあるちょっとしたガソリンスタンドみたいな状況になってるけど、ちょっとレストアの仕方が雑じゃない？もうちょっと本物っぽくしたらいいのに。まあこれが記念に置いてあるみたいな感じのやつ。ガソリンスタンドめっちゃ空綺麗やし、めっちゃいい感じの映像になるね。こんだけ空が青く綺麗やと。キャメラマンが。ね、昨日のあのカーズのとこと同じようなガソリンスタンド。ページ66。写真撮ったわ。これは何なんやろね。うん、あ、こっからガソリンを補充するのかな。テキサスにおける一番最初のフィリップス、テキサスにおける一番最初のフィリップス。おー、こっちにもなんかある。流しそうめんできるやつちゃう？この前の道が66号線やったってこと？あ、もう全然映れへん、これ眩しすぎて全く映らんやつ。全体が入ってる。なんかガッシャン言うてんで。自撮りしておりますね。いいね、自撮りしてるね。バッチリや。ん？これがもともと66やった道なのかな。いや、わからんが。え、もう4時もう4時早っ。1日が早い。ほんまや、もう4時や。今日はあと何か、どこ行くんやった。あと、ど真ん中のところとキャデラックのところ。2ポイントもあんねや。2ポイントある。でもすぐだよ。からの宿。からの宿。でも多分もうすぐだからね。宿も近いの。宿はもう決まってる。宿も決まってない。お。でも KOA でいいじゃないって言って、なんかあったよ。あの、カオで。ちゃうわ。コアで。お、じゃあそれで行こう。いいじゃん、いいじゃん。バッツリや。バーベキューしたいからね。あ、ほんまや。何時着予定？KOA に。キャデラックってどんだけうおーってなるから。せやな、キャデラックといえばもう、ここはもうストップアンドゴーくらいの感じだけど、ね、男のロマンもね、キャデラックといえば。知らんけど、そうだははぁ、すげえ、この前のガレージのおっちゃんもりかっこええやん。こんなとこに暮らしてのんびりすんのもいいな。ピ
くらい結構何もなくて、うん、あるのかな、この奥にはもしかしてちらほらあるのかな、広がってるお店たち、さっきでもすごいルート66すごいサビレーター持ってるがあったね、あったね、うん、お、なんかごつめキャメラ持ってるおっちゃん来た、おっちゃんっていうかお兄ちゃんが来た、お兄ちゃんだよ、きっと私たちより若いよ、マジで8ネット、ほな次行きまっか。